はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、チャンネル登録者数ですね、セカンドチャンネル、無事ね1000人達成しましたっていうねお話をしたいと思います。はい。でね、本当にね、小太郎チャンネルのセカンドですかね、まあこんな感じでもうなんやかんやで適当に喋りながらもね、1000人達成したわけなんですよね。はい。でね、なかなかね、でもね、ただこう収益化、 YouTubeが収益化になるには、あの1000人チャンネル登録者数1000人ですね、それプラス、視聴時間がですね、4000時間ね、1年間の視聴時間ですか、4000時間ね、ならないと、収益化できないってことでね、僕ねこの最近だからこの3分とか5分の動画ばっかり上げてるんで、なかなかねこう4000時間にたどり着けなかったんですけども、まあね、無事ね、4000時間、たどり着きまして、でね、広告収益の審査も通って、ね、これからセカンドチャンネルが、どんどんやればやるほど、ね、まあ、いやらしい話、お金が入ってくるっていうことになっております。はい。ね、これなんかね、4000時間ね、達成するのはね、なかなか難しいっていう話なんですけども、これね、途中で僕、ライブしたでしょ、なんか、チャンネル、セカンドチャンネルで、まあ、1000人超えたら、まあ、普通にライブできるみたいなんですけども、それでね、ライブしましてね、そのね、1時間、2時間、ライブすることによって、こうね、4000時間をね、再生回数をって、こう、獲得するっていうね、まあ、裏技じゃないんですけども、なかなかね、なかなかエッジの効いた技を使いまして、はい、まあ、なんとか4000時間行きましたっていうことになっております。はい。ね、これからですね、何をしていこうかなっていう話なんですけどもね、もう相変わらずですね、もうサムネイルもそんな別にフォトショップで加工せずにそのまま出してね、でまあまあ普通にこんな感じでダラダラ喋っていくっていうね、もう力の抜いたね、チャンネルやっていきたいと思いますんで、ね、まあメインチャンネルとは違ってまた違った味が出るかなって思いますんで、引き続き応援していただけたらと思います。はい、まあそんな感じで、ね、今後とも、いろいろとダラダラ喋っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあそんな感じで、ほなさいなら。